はい、どうも皆さんこんにちは。さあ本日は本日ですけども、東北新幹線郡山駅に行って新幹線ウォッチングを行っていきます。ちょうど下りの翼やまびこ139号が到着します。東京発山形行き翼139号、 L72 編成を先頭に仙台行きやまびこ139号、旧型かなこれ、 U3 編成で、下りのね翼は L72 編成ですから、一番最後の E3 系新幹線、この車両も果たしてね、あと何年走るのか。翼139号、次は福島駅でね新幹線の切り離しを行いまして、終点山形まで各駅に止まるのかな。米沢、高畑、赤湯、亀の山温泉、終点山形です。もう今となっては E5 系と E3 系のコンビもなんか何とも思わなくなりましたね。E5 系と翼型による並結運転17両編成です。今ちょうど出発してきましたのが下りの139号でした。この後新幹線の通過、下りの早見坂町25号、秋田新函館北斗行き、東駅止まりの那須の259号は東駅の一番奥のホームですか、11番線ホームに到着いたします。 E2 系新幹線です。仙台まで走るね E2 系もそこまで最近数多くないんですけど、郡山でしたら比較的 E2 系の姿はまだ見ることができます。その後には盛岡行きの山びこ63号は郡山14時57分発の盛岡行きです。自由席3畳しかないんですねこの列車は。そしてその後、こちら臨時のはやぶさ59号新青森行き、仙台15時17分ですか、ってことは30分前だから14時40分以降に通過するのかな、なんかなんとなくの予想です。そして今回自分が乗りますのは下りの山びこ翼141号は E5 系と E3 系による運用です。久しぶりに銀塗装見たいですけどね、今日の銀塗装どんな運用入ってるんだろう、まだ何にも調べてないですけどまあいいや、それは来てのお楽しみにしておきましょう。郡山駅の通過ってこんなに遅かったっけか、あれなんか随分遅い感じしたけど、なんか速度制限でもかかってるんですか。全然320キロみたいなね、なんかもうあの本気で通過してる感じしなかったんですけど、まあいいでしょう。まあホームは全部で3つありますが、基本一番奥の11番線に関しては東駅止まりの新幹線が使っておりまして、東京から郡山間で運転されます那須の子がメインとして使っているほか、郡山から始発で、あ、もう下り通過するのか、郡山から仙台に向かう一部のやまびこ号とかも確か11番線発着だった気がするな。あれ那須塩原始発の仙台行きも11番入線だった感じしますけど、まあ大体の新幹線は基本下りは12番線、上りは13番線です。時間的に、次の通過は早草町25号です。すごくどうでもいいんですけど、ここに書いてるこの F 編成と PP 編成ってこれなんすか、これこの F 編成は E7 系の F 編成、それとも昔走ってた200系の F 編成ですか、これ何の F 編成だ。 PP 編成はこれ絶対 E4 系でしょ、多分これ E4 系の16両編成の時のそういうことじゃないんですか、これ PP 編成は初めて見たな。 P 編成だったらもう、あ、E4 系だってなるんですけど、 PP 編成ってそういうことじゃないのかな、ちょっとあんま詳しくないんでわからないんですけど、で今回ちょっと申し訳ないんですけど、多分 E8 系は多分登場しないです。はい、もう先に言っときます。はい、残念ながら登場しません。U33 編成を先頭に
あ、71だ。え、さっき72行ったのに今度71くんのか。いや、この光景がね、いずれ見れなくなるんですよ。なんか悲しくないですか、本当に。みたいな。いや、新型の E8K もいいんですけど、個人的にはなんかね、残してほしかったっすけどね。 E3K の L71 編成は2009年に落成されたんだな。2009年の7月落成。そして L72 編成が2010年の3月25日に落成されたみたいです。だから今年でまだ15年16年目ぐらい。あー、でもそれぐらいだったらちょうどいい。いやー、でも廃車になっちゃうのかな。15、6年だとちょうどいいんですかね。ちょうどいいっていう表現もなんか変ですけど。次は宇都宮です。コンセント付き車両だ。 U44 です。乗車率は、おお、まあ乗車率6割ぐらいですかね。なんかね、あのすごい混んでる号車とあんまり混んでない号車がありました。特に8号車が今めっちゃすごかったですよ。で、もうちょっとで山彦が、やばい、どっちも来るな。やばい、スマホ入ります。はやぶさ小町だった気がするな。はやぶさだかな。やっぱりあんま速い感じしませんが、いい動きとね、一瞬すれ違いました。やば、うまみこじゃないわ。ナスの278号になります。折り返しです。久しぶりになんかイニ系乗れたくなりますよね。個人的にはやっぱりイニ系にはまだ走っててほしいんですよ。多分26年までは走るんじゃないですか。比較的ね、この車両の新しめの方ですか。 J70 編成から75編成、東北新幹線新青森延伸の際に最終的にね、増備され、最終的にはね、最終段階ですか。いや違うな、なんだ、最後の E2 系です。 J71 編成が到着。さっきよりは早いのかな。でもなんかあんま早く感じないんだよな。なんでなんだ。やっぱいいですよね、 E2 系新幹線。このね、白とピンクと青ですか、この3色がたまらないんですよ。でね、編成が比較的新しいですから、グリーン車は全席コンセント対応ですし、 E2 系の J70 番台と E5 系のトップ編成だったり、 E5 系の方が古いのかな確か。来ました、下りの E5 系新幹線。盛岡行きの山彦号は、これなんて書いてんだこれ。あ、新しいやつかこれ。 U38かな、まあ、それは後で確認しましょう。さあ上り通過。今度は早いわ。あ、今のは早かったな。編成番号は38でしたね。やっぱ高齢はってあんまなんか通過待するイメージがないですね。まあ、もちろん時間帯によってはあるんですけど、なんか大体いつもなんか福島駅で通過待ちをしているイメージがあります。グランクラス誰も乗ってないな。グリーン車は結構乗車されています。あ、やっぱ盛岡行きということもあってですかね、結構車内6割ぐらい乗ってんじゃないかな。6割7割ぐらいは。郡山も本当になんか E5 系だらけだな。
やっぱ新幹線ウォッチングするんだったらやっぱ大宮より南の駅の方が絶対楽しいっすよ。やっぱまあまだまだいいね、あの E3 系とかね、あの E8 系来るだけマシっちゃマシですけど、到着しました山美高校は、これ旧型だな、これは U2 度、なんか随分静かにやってきました。え？くそ。なんかものすごく静かな感じしますよね。あ、ごめんなさい、僕さっき56号って言いましたね、こちら58号でした。囲碁系新幹線も2011年から営業運転、じゃあ2010年の12月から営業運転かな、もう14年ぐらい経つんですか。で今後のね、東北新幹線新たな次世代エースはどんな車両になるのか非常に楽しみです。で東北新幹線の旧エース E2 系新幹線、現在のエース囲碁系新幹線、これに続く新たな新幹線、めっちゃ楽しみですよ僕は。さすがにこのね、囲碁系よりもっと先頭のね、ノーズ長くなることは多分そんなないと思うんですけどね。先頭のノーズだって20メートルとか超えたらもうとんでもないですからね、この座席の数。でちょうどあの今試運転している α-X のような16メートルぐらいのノーズになるのか、それともね、まさかの22メートルぐらいのノーズになるのか、非常に楽しみです。で下りの新幹線ですが、この後ね自分が乗ります下りの山彦翼141号の山形新庄行きと仙台、そして、こちら臨時列車169号は盛岡駅、自由席は1号車から3号車です。で東京方面が278号、そして280号と続きます。17時37分。さあでは新幹線ね、はい、到着しますので入線シーン通って今回の動画は終わりましょう。久しぶりの銀塗装です、ありがとうございます。今回は L66 と U17 です。じゃあ乗ります。とりあえず乗りましょう。8号車